やり直せるかって聞いたでしょ。もしもし、今日なんで来なかったんです？大事な用があったので。大事な用？宅配便か？俺は荷物が寄せるのか？とても大事な荷物だったんです。ちょっと待って。キムチです。早く冷蔵庫に移さないといけなかった。出てきて。下にいるから。嫌です。前みたいに寒い中歩かせる。運転の人が入っちゃったんだよ。え？だったら別の人呼んだら？5分以内に来なかったら飲酒運転するぞ。行かないって決めたのは報告書を読んだからですか？違う。実は少し前にお話を聞きました。お母様に会われたこと、そのことで外国へ行くことになったこと。正直本部長がいなくなるとうちのチームは困るから行かないでと引き止めましたが、いざ行かないって聞いたら、それも問題はどうですか？